メッツ12の6ドジャース、日本時間19日、ニューヨーク。ドジャースの大谷翔平投手は18日、日本時間19日、敵地で行われたメッツとのリーグ優勝決定シリーズ、7回戦制、第5戦に1番、指名打者で先発出場し、4試合ぶりのマルチアンダをマークした。4打数2アンダ1四球で打率263。チームは12失点で大敗を喫し、 対戦成績3勝2敗に、2020年以来4年ぶりのワールドシリーズ進出へ足踏みとなった。実際のシーン、大谷翔平の消極姿勢、ロバーツ監督が敗因の要因に挙げた走塁ミス。大谷は初回先頭、左腕ピーターソンから右前へ打ち返した。2回西2、2塁は子球で出塁。4回西では左前へ落とし、 4試合ぶりポストシーズン3度目のマルチ安打をマークした。チャンスを作ったが、いずれも得点にはつながらなかった。守護神、ディアスと対戦した8回1死は空振り三振に倒れた。先発のフラハティが第5三だった。初回にアロンソに先制スリーランを被弾。3回は先頭から2者連続支球でピンチを招き、4安打5失点した。フォーシーム平均91.4マイル。 約147.1キロと走らず、3回8安打8失点と期待を裏切った。打線はパフェスが1号ソロ、2号スリーランと2打席連発。ベッツが2試合連発の4号ソロと奮闘したが、12失